や。みなさん、こんにちは。霊夢です。おう、マリサだぜ。リニューアルした韓国経済危機特集は楽しんでもらえてる？これから経済記事を紹介しながら、解説やツッコミを入れていくわよ。俺たちのバイトは順調だぜ。それでは、タイトルを読むわよ。多重債務、韓国、金利急騰の後遺症。年間所得の 60% を住宅担保融資の返済に使う。多重債務者の場合は7割超え。それではジンボルトのツッコミを読むわよ。多重債務、今回の記事は少々難しい用語がいろいろと出てくるのだが、はじめに押さえてほしいのは韓国の政策金利が高騰したことによって、貸し出し金利が上昇して、年間所得の 60% を住宅担保融資の返済に充てることになった人々が増加しているという。これは韓国の不動産購入者の7割が変動金利であったことが原因だ。例えば、記事の例だと年俸8000万ウォンの会社員の A さんが6月にソウル市内のマンションを購入した。この時、A さんは30年満期に、元利金均等償還条件で、5億ウォンの住宅担保融資を受けたそうだ。当時、貸出金利は、コフィックス新規取扱額、基準での 1.98% に、加算金利 3.02% を、加えた年 5.0% だった。コフィックスって何？これは不動産関連の記事を、読んでるとたまに出てくるんだが、コフィックス資金調達費用指数のことを言う。K と C が違うじゃないか。中央日報の記者がボケているのか。そこはよくわからない。では、コフィックスとは何か見ておこう。簡単に述べればコフィックスは韓国の銀行8行が貸し付けのために調達した資金の平均金利のこと。銀行が実際に取り扱った預金、積立金、銀行債などの金利が反映される。そして、大きく分けて新規取扱い基準の、コフィックスと、残高基準コフィックスと新残高基準コフィックスの3つに分類される。この違いは細かいのだが含まれる金利が、異なるためだ。整理しておくとこうなる。1、新規取扱い基準の、COFIX、定期預金、定期積立金、相互掛け金、住宅掛け金など。2、残高基準 COFIX、定期預金、定期積立金、相互掛け金、住宅掛け金など。3、2残高基準 COFIX、定期預金、定期積立金、相互掛け金、住宅掛け金、その他預かり金、決済静止金。1と2が同じじゃないかと思うかもしれないが、新規取扱い基準のコフィックスは毎月新たに調達した資金を基準として集計し市場金利変動がすぐに反映される。しかし残高基準コフィックスと新残高基準コフィックスは市場金利の反映が相対的に遅いそうだ。つまり細かいことは置いとけば金利が上がればコフィックスが上昇する。そして金融商品の中にこのコフィックスと連動した銀行の変動金利貸付商品金利もコフィックスの上昇分上がるものがある。それが住宅担保貸付変動金利新規コフィックス連動である。朝からジンボルトがわけのわからない用語を解説していると思うかもしれないが、これを解説しておかないと今回の記事が全くわからない。簡単に述べればコフィックスの金利を参考に銀行は変動金利を引き上げているってことだ。そして10月のコフィックス資金調達費用指数が 4% に迫り過去最高を記録したのだが、12月にはさらに 4.34% まで上昇しているようだ。もちろんこれには今年韓国で起きた最大の金融イベントレゴランド不渡りという必要なイベントで市場金利が上がったことも大きく影響している。市場金利が急騰すれば、当然、
銀行債や CD を発行した時の金利が上がるためだ。例えば、A さんの当時の場合、コフィックスの 1.98% に、加算金利 3.02% を、加えた年 5% が貸し出し金利だった。ところが、現在はコフィックスが 4.34% まで、上昇したので貸し出し金利が 7.5% になった。つまり、2.5% 上昇したと。そして、もう一つ出てくるのが総負債元利金償還比率、DSR である。これは所得に対する負債の、比率を意味する。こっちは割と金融用語や、負債を扱うので何度か、紹介した記憶がある。この DSR で大事なのは 40% の、ボーダーラインだ。40% 超えると、負債が大きすぎて生活が、途端に苦しくなる。つまり、不動産購入などで銀行に、住宅担保融資などの資金を、借りるときは DSR40% までしか、借りられないのだ。A さんの不動産購入の、場合、貸し出し金利が 5% の、とき、5兆ウォンの融資の返済は DSR ギリギリ 40% だったと。だから A さんは銀行から5億ウォンの、融資を受けられたわけだ。ところが、これが貸し出し金利が 7.5% になれば、年内の収入が変わらないとすれば、DSR が 52% にまで、上昇した。つまり、40% 水準を、はるかに超えて5割。年間で稼いだ所得の、5割が銀行融資の返済に、消える。ようやくタイトルの話にまで、持っていけた。40% ギリギリ生活できる水準の、負債が5割とかになればどうなるのか。それが今回の記事で語られる内容だ。結論から述べれば不可能だ。視聴者さんも、自分の得た年収の5割が、不動産ローンに消えて、まともに生活できるかを想像してもらえればいい。まず、無理だ。かなり無理な節約を、強いられるだろう。だが、5割じゃ済まないんだ。ここに信用貸付融資まで、加わればどうなるのか。前回にお金を貸したくないから金利を、上げる第二金融お話を、したが、まだ見てない人はリンクを貼っておく。今回の記事はこれと結構関連している。では、前置きが長くなったが記事の、要点を整理していこう。記事の要点や引用はマリサの担当よ。おう、今回はかなり難しい用語が出てきて大変だと思うが、頑張ってついてきてほしいんだぜ。記事の要点。1、A さんの所得に対する負債の、比率を意味する総負債元利金償還比率、DSR は、当時金融当局の規制基準である 40% にどうにか、合わせた水準。だが6ヶ月変動周期が、適用された現在の元利金償還額は、月349万ウォンで、81万ウォン増えた。2、15日基準で、新規 KOFIX が、既存の 1.84% から 4.34% に、2.5% 上昇し、A さんの住宅担保貸付金利も、7.5% に上がったためだ。DSR は 52% で、所得の半分以上を、負債返済に使うことになった。3、A さんのように借り入れ当時には DSR40% 規制を、適用されたとしても、上昇する金利によりハウスプアに、追いやられる事例が増加している。4、住宅担保融資に、信用貸付まで利用したとすれば、状況はもっと深刻になる。韓国銀行が住宅担保融資と、信用貸付の両方を、持つ借り主の DSR を、分析した結果、10月末基準で 70% を、超えたと推定される。5、DSR 規制は7月から全借り入れ額が、1億ウォンを超えれば年間元利金償還額が、年間所得の 40%、第二金融圏は 50% を超えないよう強化された。貸付規模に変動がなくても、金利が上昇すれば利子負担が、増え DSR も一緒に、上昇する。6、韓国銀行は金融安定報告書で、家計脆弱借り主の割合が、
相当幅拡大する可能性がある。以上の6つだ。順番に見ていこう。霊夢、要点は以上だ。これはかなりヤバいんじゃないか。7割とか。確実にサンズ、リバーに及ぶレベルよ。では、見ていくわよ。前置きでかなり解説したので、記事を読むだけでおそらく内容は理解できると思われる。それで、1になるが DSR 基準 40% ギリギリだった A さんは、6ヶ月変動周期が適用された現在の元利金償還額は月349万ウォンで、81万ウォン増えたと。もともと268万ウォン、28万2099円が、毎月支払う元本プラス利息だったと。ところが、それが349万ウォン、36万7812円となったと。ジンボルトでは毎月、28万も返す時点で、無理なんですけど。しかし、いくら年収が8000万ウォンと、高年収でも、不動産を30年ローンの、変動金利で買うか。金利が変わらなくても毎月28万の返済を30年とかできるものなのか。そもそも家が欲しいからと年収の6倍以上の金を借りる考えが理解できない。しかも変動金利だぞ。突っ込んでるところが違う？ A さんに突っ込んでも進まない。もう借りてしまったのだ。それでには DSR は5割を超えたと。もう、収入の半分以上が、不動産ローン返済に追われる。おしまいだ。もう、不動産を売るしかない。A さんのような人々が一斉に、不動産を売り始めたことで、韓国の不動産価格が、暴落した。これが今年に起きている韓国不動産バブル崩壊の、最大の原因である。でも、それが売れないんだな。なぜなら、買う流れでないからだ。この先、金利が上がることが分かって、なんで不動産を買うんだ。数年も待っていれば不動産価格が、暴落して、金利も下がるのだから。だから12億ウォンのマンションが、4億ウォンまで下がっているわけだ。でも、それでも買わない。さて、次に3となるが A さんみたいな人が、増えていると、当たり前だ。ここで引用しておこう。引用はマリサの担当よ。おう、任せておけ。韓国銀行が26日に明らかにしたところによると、7から9月期基準で住宅担保融資を受けた借主の平均 DSR は 60.6% だ。2019年1から3月期の 60.2% から3年6ヶ月ぶりに 60% を超えた。2020年1から3月期に 55.2% まで下落したが、昨年7から9月期に金利引き上げが始まってから着実に上昇する傾向を見せている。引用は以上だ。霊夢、続きを頼んだ。ありがとう。では、読んでいくわよ。もう、平均 DSR が6割を超えていると。家のローンを払うために働いてるようなレベルである。しかも、6割も消えるなら遊ぶ金もなければ、食費や光熱費でさえ節約するレベルだろう。それが30年続くと。まあ、実際は数年で金利下がるので、数年耐えればローン返済額は減る。もっとも、耐えられればの話だが。しかし、ここでバイプッシュだ。それが次の4だ。銀行からの融資だけじゃない。第二金融圏からも金を借りている場合はどうなのか。もう、ジンボルトからすればこの時点でおかしいんだけどな。銀行への返済も大変なのに、さらに他で金を借りるとか、自らサンズ、リバーを泳ぎたいとしか思えない。それで両方借りている人の DSR は7割だ。もう、生活できるレベルでない。年収の7割が返済とか、こういう多重債務者が、来年以降に社会問題化していくわけだ。それで、韓国政府が DSR の、規制に乗り出したのが5だ。7月から全借り入れ額が、1億ウォンを超えれば年間元利金償還額が、
年間所得の 40%、第二金融圏は 50% を超えないよう強化された。でも、貸し出し金利が上がれば DSR は同じ負債でも上がりますよね。そもそも、この基準がアホすぎる。それで、韓国銀行は何を言ってるのか、最後に引用しておこう。マリサ、出番よ。おう、任せろ。韓国銀行は金融安定報告書で、家計脆弱借り主の割合が、相当幅拡大する可能性がある。金利上昇幅と実体景気状況が、最近と比較的似ていた2016年4から12月。2017年4から12月に、非脆弱借り主のうち 1.8% が、脆弱借り主に転落したことが分かったと、指摘した。脆弱借り主とは3社以上の、金融機関から貸し付けを、受けた多重債務者で、所得階 30% の、低所得または、信用点数664点以下の、低信用借り主を言う。今年7から9月期は 6.32% で、6% 台を維持しているが、内外の環境が悪化すれば、8% まで拡大する可能性があると、韓国銀行は分析した。引用は以上だ。霊夢、続きだ。ありがとう。では、見ていくわよ。あれ？信用点数ってどこかで聞いたことがあるなと、思ったら、前回の動画内容を、ちゃんと理解できている。第二金融圏で信用スコアが664点以下には貸し出し金利の法定限度額 19.99% でお金を貸すよという話があった。でも、貸し出し金利が 7.5% まで上がって月返済が増えれば、そういう信用貸付でも利用するしかなくなるわけだ。そういう多重債務者が 8% までに拡大すると、そして社会問題化すれば待ってるのは抗議デモと特性例だ。でもジンボルトの見立てだと来年はさらに不動産価格が暴落するので、実態はこれ以上悪化する可能性が極めて高い。購入した家を売っても利息返済分にすらならない状況が見て取れるからだ。ジンボルトが危惧している最悪のケースはこれだ。政策金利が 3.25% まで上がり、コフィックスが 4.25 まで上昇。貸し出し金利も 7.5%。それでも、ギリギリまでローン返済をしていて耐えていた不動産購入者が、もうダメだ。不動産を売ろうと決意した時、その不動産売却価格が、買った時の半額以下だったら、どう考えても30年ローンを売却価格で補うようなことはできない。A さんだって5億ウォンの融資を受けているってことは、このマンション価格が当時いくらか知らないが、少なくとも5億ウォン以上の不動産なのだろう。それが半額の2億5千万ウォンの価値に暴落すれば売却分だけでは足りない。残りの利息をずっと払うわけになる。マンションが手元にないのにだ。こんな馬鹿げた話があるのか。それが韓国の不動産事情なのだ。こうなれば人生に希望が全くないだろうな。韓国政府が必死に不動産価格の暴落を防ごうとしているわけだ。しかし、それは土台無理な話だ。なぜなら、政策金利が 3.25% で維持されているためだ。だが、金利を下げることもできない。なぜなら、米韓金利差がさらにつくから。つまり、もう数年は耐えるしかないのだ。来年を乗り越えることができれば、状況は好転するだろう。多分な。ニュースは以上よ。霊夢、コフィックスについてもう少し教えてくれよ。あら、マリサ。今回は勉強熱心ね。いいわよ。何が聞きたいの？レゴランド不渡りで、市場金利が急騰したことで、銀行債の金利が上昇したんだろう？でも、それは関連債と同じで、ブラックホール化現象の要因だったよな。だとすれば、銀行債の発行を増やすのは難しくなるよな。すると、銀行はどうするんだ？マリサ、
なかなか、面白い質問ね。そうね。銀行債という AAA 格付けが市場で大規模発行されていれば、それ以下の格付けの社債は売れないわ。だから、社債の金利が 5% 以上超えてるわけね。すると、韓国当局は銀行債発行を少なくしろと銀行に通達するわ。それで、市場で資金が調達できなければ銀行が取る行動は2つよ。1つは貸ししぶりよ。つまり、融資条件を厳しくしてお金を貸さない。もう1つは預金金利の引き上げね。金利を上げれば預金者が増えるのは見ての通りよ。それだとコフィックスはさらに上がるよな。どうするんだ？そうなのよ。預金金利を上げれば貸し出し金利がまた上がるわ。つまり、韓国は金利を下げない限りは積んでいるのよ。だから、今、韓国は CP に資金を供給して、必死に金利を下げてるわ。なるほど。思ってた以上に金融危機が深刻ってことか。今のやり方で CP や CD がどこまで下げられるか。ジンボルトはそこにも注目してるわ。視聴者さんはもう、借りる側だけではなく、貸す側の視点の話でも通用する金融知識を得てもいい頃だから。今回、コフィックスを出したのはさらなるレベルアップのためよ。楽しんでお勉強していけば、金融知識は人生で必ず役立つから。それでは今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございます。次の動画も見てください。チャンネル登録もよろしくだぜ。それでは次回。バイバイ。